リビングはリモートドラマとして NHK 総合で2020年5月30日および6月6日の2夜にわたり土曜23時30分から翌0時に放送されたテレビドラマ。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためリモートワークで制作される坂本雄二のオリジナル脚本により記載小説家が想像の中で紡ぎ出す。 奇想天外な秘密を抱えた4つの家族の物語を15分4本のオムニバス形式で描いたファンタジー。本作は新型コロナウイルス感染拡大防止のため打ち合わせやリハーサルは全てスマートフォンやパソコンなどで行われ出演者がスマートフォンなどで撮影した映像をオンラインで確認しながら進めていくという形で制作される。出演者は実際の間柄で演じ 安倍貞夫は、作家役、断蜜は、CG キャラクター、ドングリの声で前話に出演する。安倍演じる作家が、頭の中で紡ぐ4つの家族の摩訶不思議な物語を描いていく。断蜜演じる、CG キャラクター、ドングリのキャラクターデザインは、ピクサーアニメーションスタジオで、アートディレクターとして活躍した、堤大輔とロバートコンドの二人が2014年に創業した。 アニメーションスタジオ、トンコハウスが手掛ける。音楽は岩崎大成が担当し、国内外の演奏家たちとの共作により、リモート録音を駆使して全曲を制作する。締め切りが迫り物語を紡ごうと苦悩する。小説家に締め切り60分前です。急いでください。時上に置かれたドングリが声をかける。言葉を話せるドングリからの失端激励を受け、 小説家は、想像を膨らませながら奇想天外な秘密を抱えた4組の家族の物語を紡ぎ出す。ありがとうございます。